村上科学は大正昭和秋の日本画家。ラフズヒダカカセエビメズ1888年、大阪に生まれる。本名は、武田真一。甲州武田氏の末裔。家庭の事情により、幼い頃に実父母の元を離れ、おばの嫁ぎ先である神戸の村上家に預けられて、神戸の小学校に通った。1901年、新一十三歳の時には、実父が死に、 実母は再婚して行方知れずとなり、少年であった新一が武田家の家督を継ぐこととなった。三年後の1904年、武田家の廃家が許可され、新一は養父母の姓である村上を名乗ることとなる。父方の祖母は日本初の官会員とされる池上官会員を自宅に設立した池上幸恵。科学こと村上新一は、 1903年から1907年まで京都市立美術工芸学校に学ぶ。1909年には上級学校である京都市立絵画専門学校に入学して1911年に卒業。卒業と同時に同専門学校研究科に進学1913年に修了している1908年から文展に出品を始めた。 京都市立絵画専門学校の卒業制作、早春は京都の吉田山から銀閣寺方面を眺めた田園風景を遠近法を用いて俯瞰的に描写したもので、1911年の第5回文典で法上を受けている。1916年には科学にとって初の仏画である阿弥陀の図が第10回文典特選となっている。1918年、 京都市立絵画専門学校の同窓であった、科学、土田漠仙、坂木原志法、小野地教、野長瀬番花の若手日本画家5人は、国画創作協会を設立した。国画創作協会は、文献の審査のあり方に疑問を抱いた若い画家たちが、西洋美術と東洋美術の融合による新たな絵画の創造を目指して旗揚げしたもので、 近代日本画革新運動の代表的なものとして、美術史上に重視されている。国画創作協会の第二回展に出品した日高火星美メズは、科学の代表作の一つに数えられている。なお、国画創作協会第一回展に出品した涅槃をテーマとした作品聖者の詩は消失している。1920年の同協会第三回展に、 出品したラフ図に描かれた女性は単なるラフというよりは菩薩のように見え生身の女性の感の身と菩薩の生成という本来相反する要素がこの画面では同居している。1921年国画創作協会の他の仲間たちは投稿するが科学は持病の図画が悪化したことが主な理由で等稿を見合わせた。 1923年には京都から今の兵庫県芦屋市に転居し、さらに1927年には神戸市花熊に転居している。以後の科学は京都の画壇とは距離を置きつつ、個性的な山水図やボタン図、水墨にプラチナドロを併用した仏画などを残している。昭和期に入ってからの科学の作品は病弱だったためもあってか商品が多く、 色彩もモノクロームに近いものが多い。科学の描くフッツや菩薩は1920年のラフズの系譜を引いており、世俗性と精神性、妖艶さと精成肝の身と悟りの境地という相反する要素が不思議に調和している。1939年、全息のため51歳で花熊にて死去した。ありがとうございます。